今回もめちゃくちゃ興奮したアップルイベント、130秒ぐらいで出た製品全部まとめていきます。今回出たのは大きく分けてアップルウォッチ、AirPods Pro、iPhone 14、 この3カテゴリーです。まずはアップルウォッチシリーズ8、SE、ウルトラの3機種が発表されました。シリーズ8は皮膚音センサー搭載、女性の健康モニタリングにより重点を置いています。バッテリーは省電力モードで36時間駆動、デザインもスタイリッシュになりました。アップルウォッチ SE はプロセッサーが 20% 高速に、まあ、値段も比較的ねお手頃なのが強みです。そしてアップルウォッチウルトラは完全にアスリート向け、チタニウム製ケース搭載のタフネス仕様、低電力モードで60時間使えます。どのアップルウォッチも注文は本日から開始されてます。お次は AirPods Pro、 最新 H2 チップで空間オーディオもより強力になりました。ノイズキャンセリングも進化して工事などの不要な音だけを削除できるように、操作はスワイプにも対応してより便利な操作感になりました。連続再生6時間対応でケースを含めれば30時間も動きます。充電はライトニングの他に無線充電、マグセーフも対応しました。予約開始は9月9日から。そして最後は注目の iPhone 14、今回は iPhone 14、 iPhone 14 Plus、 iPhone 14 Pro、 iPhone 14 Pro Max と4機種発表されました。14は13 Pro と同じチップ搭載、カメラは1200万画素と13 Pro と同じなんですけども、インカメにオートフォーカスがついて、アクションモードという動画の手ブレ補正がつきました。アクションカメのみのね手ブレ補正、これはかなり注目ですね。そしてプロシリーズ新カラー、スペースブラックとディープパープルが登場。最新 A16 バイオニックチップが搭載されて、ディスプレイは常時オンディスプレイ、そしてより高精細になりました。ノッチは大きく変わって、通知によってサイズが変わる仕様に。広角レンズは48メガピクセル搭載、これねクワッドピクセルセンサーっていう、明るいところではめちゃめちゃ高精細にして、暗いところでは画素を落としてノイズなくすっていう、もう神センサーが搭載されてます。で、予約開始は9月9日から、発売は9月16日になります。どれもね結構面白いなと思ってるんですけども、やっぱりね iPhone 14 Pro の新しいセンサーがめちゃくちゃいい、あとは駆動時間が長くなって機能も充実した、まあ AirPods Pro を買おうと思っています。皆さんいかがでしたでしょうか。気になるものをぜひチェックしてみてください。